にちは。こんにちは。はい。さあ、来年からジャイアンツのチーフ投手コーチ。はい。緊張してる？プレッシャー？プレッシャーありますね。はい。はい。例えばどんなプレッシャー？やはりこう今年の成績を踏まえたら、やはり優勝争いをしなきゃいけないチームですし、それは絶対そうだよね。そこに持っていかないといけないっていうのはあります、はい。今年若手が8人ぐらいかな、はい、初勝利を挙げたという、はい、その中で、はい、この選手は絶対ものにしなきゃいけないなっていうような素質のある選手っていうのは誰、見てて大勢は初勝利に入れていいんですか？8人の入ってるんですか？まあ入ってるよね、はい。これだけちょっと不安視されたブルペンの中で、あの力っていうのはもう当然期待はしてます、はい、それは抑えて期待してる。そうですね、はい、魅力あるよね。あとなんか性格は抑え向きっていうような、はい、そんな感じもしてるしね、はい、話をした？練習に行って2度ぐらいちょっと話しました。どんな性格なの？もう少しこうとんがってるかなと思ったんですけど、はい、ものすごく礼儀正しくて素直で、うん、担当スカウトがかつて僕、うん、教えた投手なんですよ、うんうん、そのスカウトもあのよろしくお願いしますって言ってたんで、うん、ちょっと意外なぐらい好青年でした、はい、想像と違ったんだ。そうですね、結構想像と違うこと多いね、はい、これも楽しみの一つなんですよ。まあそうだね、はい、あと左ピッチャーで井上温人っていうんですか？あるね、はい、いるね。今年投げたね、はい、何回か、はい、本当左ピッチャーらしい、うん、タイプだなという形で見ました、はい、ちょっと綺麗すぎない？はい、まあ、その辺はわかります。どっちかというと荒々しい部分っていうのは、うん、左ピッチャー欲しいとこかもしれないんですけど、ちょっと欲しいよね、はい、フォームも球筋もすごいいいなと思ってます。いや、いいよね、はい、なんか故障が少なそうな投げ方してるよね、はいはい、で、他は山崎伊織。これ二刀流やらせたらどうなの？本当バッティングいいと思うんだけど、はい、先発でやってる以上は打席立つから、そうだね、まあ、日本シリーズでこうパリーグでも一つ制しますけども、まあああいう形で活躍してくれれば結構打率もいいので。いいよね、はい、山崎伊織ってどういう魅力を感じる？やっぱりシュートですね。ああ、シュートな、はい、今やっぱ勝ててるピッチャーってシュート絶対持ってるよね、はい、もちろんあの曲がり球もいいんですけども、うん、やっぱりその対極になるシュートがちょっとシュートするんじゃなくてかなりシュートセーブするよね、はい、面白いなと思ってます、うん、はい、他は堀田健心って、もういいよね、はい、彼はなんかこう投げてるこう面構えがいいなと思って、抑えてやるって気持ちがすごい出てるようなピッチャーなんで、うんね、まあ、ちょっとまだ会ったりしてないんで分かんないんですけど、俺ね、そういうピッチャーが先発ピッチャーで投げてる時を、まあ、何回かこう絶対見てるわけじゃない、はいはい、一番感じるのは投げてるボールがうんぬんというよりも投げるスタミナがないなと思って。あ、はい、100球前ぐらいからも球速が落ちていくというかな、故障明けで投げ込みをしてないと思うんだけど、そこら辺あるのどう見てる？そこは少しこう上積みさせたいです。それはさ、はい、練習で上積みができるのか、やっぱ試合じゃないとそこは上積みできないよっていうのか、はい、これはどっちなの？まず練習で持っていって、うん、今シーズンはもう桑田コーチがリハビリ明けだっていうことで制限してた話なんですね、うんうん、そうだよね、うん、でもまあ今年1年やって大丈夫ならばそこを乗り越えさせないといけないのと、他球団の選手の話もやっぱりジャイアンツのピッチャーっていうのはやっぱりこう、まあ、うまく抑えようとしすぎてるのか、うんうん、荒々しさもないし、うんうん、まあ、その辺は意見として聞いたので、うん、その辺は。ただその荒々しさを持っていくにはどうしたらいいの？ストライクゾーンでやはりこう勝負するっていう気持ちをより強くさせないといけないと。ああ、なるほどね、はい、ストライクゾーンのいいところに投げるっていうのは誰もが考えることなんですけど、うん、そこに投げても打たれるときって打たれるじゃないですか。まあそうそうだ、うん、でも一個甘くても抑えれることって多々あるんですけど、うんうん、越えながら投げろとは言わないんですけど、うん、それぐらいの気持ちが必要なのと、うん、あとは今江戸が言ったようにイニングが進むにつれてっていうのは、うん、中日でも経験したんですけど、これ3巡目のクリーンアップなんですよ、うん、もう3巡目になると許してくれないんですよ、うん、3割打つバッターたちは、うん、2回凡退しても3回目に打つのが3割バッターじゃない、まあ、そうだ、その時のやはりこう対策、うん、それが気合だけとかそういうことではないと思うんですよ。まあ、そりゃそうだね、はい、それは計算が必要だもんな、はい、駆け引きと、はい、考える能力っていうものがまた経験としては薄いなと思います。
まあ、例えばその若いピッチャーを先発させて、はい、まあ、クリーンアップを2回抑えてきました、はい、で帰ってきました、その時に話すのか最初は見とくのか、どういう資質を持ってるか、次3回目クリーンアップ来るぞって、はいはい、さっきまでこう抑えてたから、はい、相手も考えてくるぞっていう、はい、ある程度ヒントを出すのか、はい、それとも黙ってて、はい、まずはこいつはどうしてくるかなっていうのを見るのか、はい、どっちのタイプなの、コーチとして、まあ、僕はどうするって聞きたいんです、ね、あ、聞きたい、はい、うん、どのようなプランで行くのかっていうこと、え、何ですかって言われたらどうするの、その時はノープランですから試合終わったらちょっとそこに話します。でも楽しみなピッチャー多いよね、ジャイアンツは。その若手はいいですね、うん、ただね、俺は一つ思うのは投げ方がみんな一緒だなと思うわけ。これは相手の打者からすると同じタイミングでいけるなという、うん、そこで変則が入ったりとかするとやっぱタイミングの取り方だとかいろいろ変わったりとか、例えば直江と堀田なんていうのはどっちが投げてて背番号変えたら分かんないなっていうぐらいなんか似てるんだよ、こっちから見ると。そうしたらタイミングの取り方だとか球種も同じだし、同じピッチャーが投げてるのとなんか感覚的に一緒なんだよね、はい、それはどう感じてる？系統だったらやっぱり変えたいと思います。中に挟むとかね、はい、右横、左変速、うん、長身のフォークボーラーとか、うん、まあ、その辺はブルペンに揃えたいなという理想はあります。なるほどね、はい、先発に関してはもう長く投げてもらいたいですけど、まあそうそう、はい、菅野も最近自分のパフォーマンスちょっと今年は良くなってきたと思うけども、やっぱ変えたいところとかある？33ぐらいになるんですね、年齢がね、うん、ですからやっぱりこう僕が技術的に教えることってそうないと思うんですよ、うん、前回と違うこととかそういうことは見比べても、ですからやっぱりこうコンディションを例えば絞るとか、うん、逆のウエイトをつけるとか、うん、筋肉量を増やすとか、なんかそういうところでのなんか工夫が30過ぎてったらやっていくべきかなと思ってる、うん、この間ちょっとこう話する機会があったんですけど、まあ、その辺は、うん、結構考えてるようでした、うん、はい、で俺は戸郷を見ててものすごいもったいないピッチャーだなと思うのは、俺最多勝いけると思うんだよね、あの子は。今年は取れても良かったですね。いや、取れても良かったと思うし、うん、テンポがポン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 いって変えられないんだよね、そのテンポ、うん、なんか1イニングにずっとノーヒットで抑えてて、そうそうそう、いきなりとかありましたよね。そう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 、うん、だからそこら辺のチェンジオフペースがなぜできないのかなとか、はい、あれキャッチャーのせいでできないのかなとか、いろいろ考えちゃうんだけど、あの子のポテンシャルから持ってしたら、はい、俺最多勝争いはできると思うんだけど、ちょっとそれはもう、あの豊さんにいいヒントをいただいたと思って、ちょっと統合も、いや、取らせなかったらピッチングコーチのせいにしていい争いで許してください。あ、まあ争いでね、もう縁、まあ、縁がないと、まあ、縁があるからね、はい、そういうタイトルはね、はい、まあ長いことコーチをやってきて、はい、こんなに伸びるんだって思った選手、はい、これ誰がいる、経験した中で。まあ、最近で言うと柳ですね、はい、柳もタイトルも取ってくれたし、そうだ、はい、まあ、二段モーションにしたっていうのは僕の中で大きかったんですよ。それはアドバイスしたの？はい、もう、二段モーションと普通に投げるモーションとでは何が変わるの？状態が早く入っていくんですね、バッター側に。柳がね、はい、柳はどっちかっていうとこう頭がこう、うん、そう、はい、倒れるよね、はい、あれをちょっとなくさないといけないなと思って、うん、まあ、そういう提案をしたら、強制はしてないんですよ、うん、多分こういうメリットがあるよってことはずっと言ったら、うん、やってみますって言ってきたんで、うん、それからタイトル取れたんだ。はい、 あと僕が投げてたのスクリュー系の進化を教えました。左バッターにずっと打たれてたので、うん、左から空振りを取るボールを作ろうっていうことで、ただ三振王も取ったし防御率も取ったしという、うん、やっぱその二段モーションだけで変わるんだね、はい、タイミングですね。柳が入った時のピッチングコーチにどうだ今年のドラフト1位はって言ったら、いや、いいバッピーが入ってきましたって言ったんだよね、まあ、確かにブルペン見てると遅いんだよね、球が。でも球も速くなったよね、キレが良くなって。でもそれは二段の、まあ、影響もあるんだろうね。僕それうまくハマったなと思います。
他にはなんかこうワンポイントで変わったとか、えこのピッチャーこんなになるんだっていうのはある？宇都宮、もう本当に若い頃僕コーチで、宇都宮も素質があったので、うん、ジャイアンツのピッチャーもその時は少しこうベテランが力が落ちてきた時だったので、宇都宮を使おうということで、負けても使っていこうということになったんですけど、うん、スライダーがなかったんですよ。ストレートとチェンジアップみたいなものが得意だったんですね、うん、だけどスライダーがないと、いわゆる三方向ですよね、うん、そのうちの反対側がなかったんで、スライダーを練習しようということで、シーズン中ですけど早く出てきて、結構スライダーの練習を2人でずっとやってて、うん、その時に WBC のジャパンチームの壮行試合をやることになった、うんうん、で宇都宮に登板してイチローのところで投げさせたんです。ただイチローがそのスライダー引っ掛けて、確かファーストゴロかなんか打ったんですよ、うん、で宇都宮にやったなって、もうとにかく打ててすごいじゃないかって、もうちょっといけると思ったんですよね、本人。でも自信になったんだ、ね、はい、使えるっていうね。そこからもすごい伸びてってくる。でも宇都宮は、はい、あのカーブみたいなスライダーと、はい、速いスライダーとか、ね、投げてたよ。その後球速変えたんですけど、なかったんです。もう本当ボーンって110キロぐらいのカーブとチェンジアップとストレートしかなかったんですよ。よくあの評論家の人が試合あの解説してて、宇都宮スライダー120キロぐらいの投げてるんですけど、カーブカーブって言ってるんですけど、僕の中ではそれ違う、それスライダースライダーカーブはもっと遅いのがあるから。騙されたな俺。コーチに帰った時に、宇都宮がやっぱり打てないんだよ、はい、DeNA が。あ、はい、調べたら2種類あるんだよね、速いのと遅いのと、はい、遅いのと速いのの見極めができないっていうんだよ、バッターが。アノのせいか、まあ、あのスライダーっていうとキャキャって曲がるイメージですけど、そう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 、違うんです。違うよね、はい、だからなんともこう中間のスライダーだよね、はい、なんか抜けスラブか、そうそうそう、スラーブですかね、スラーブかな、言葉であえてはめるなら。でもその1球を覚えることによって巨人のエースと呼ばれた時代を作ったんだもんね、はいはい、やっぱそういうところかな、コーチの生きがいって。そうですね、そこはもう道のりは険しくてもそうなるとたまりませんね。よくさ、バッターとかね、俺は左バッターで、はい、よくデーブと話をしたんだけど、デーブは右バッターでしょ、でタイプの違う右バッターで、はい、左のことが分からないってよく言われたんだけど、はい、俺も右のことはあんまり分からないけども、応用して教えたらいいのかなっていうふうに考えるけど、あの左ピッチャーだった、はい、右ピッチャーの感性と左ピッチャーの感性ってやっぱり全然違うでしょ。違うと思います。これはやっぱり右を教えるのは難しくない？難しいですね。結構右で投げれるようにはずっと練習して、グローブも作って右でシャドーピッチングやったりとかして、うん、自分がちゃんとしたフォームで投げれるようになれば、うん、ある意味分かるじゃないですか、うん、分かる部分があるんです。そうだね、はい、まず自分が右でちゃんとプレーできるようにしなきゃと思って。以上練習さん、はい、俺左で投げれるんだよ。はい、あ、もう多分同じ発想です、ね、うん、はい、右でも打てるし、それはもうセンスです。いやいや、打てるのはセンスだと思う。いや、なんか楽しみになってきたね、話を聞くと。来年は90勝ぐらいするんじゃないの？え、違うの？謙虚に。まず何を大切にする？勝ち星を大切にする？それともやっぱチーム防御率っていうのを下げたい？あ、勝ち星ですね。やっぱ勝ち星、やっぱチームに、はい、防御率が悪くてもいいから勝ってこいみたいな。そうですね、はい、なるほど、はい、特にリリーフピッチャーって10回に1回3点取られたらもう防御率 3.00 じゃないですか。そんなもんだと思うんですよ、うん、1点台ってもう本当スーパーの世界です。背番号何番？72番をいただきました。ゴルファーだったらいい数字なんでしょうけど、はい、いくつぐらいで回る？そっから20ぐらい出さなきゃいけないですね、まあ、そのぐらい楽しい時だよね、はい、まあまあ、元気でね、はい、体壊さないように、はい、ね、いいピッチャーを育ててください。 LINE もつながってますんで、いろいろよろしくお願いします。いやいや、本当に聞くからね、情報を。まあ、こんなこと言ってたらダメだな、俺が言ってることがあのから漏れてるみたいなことになっちゃいかんから。でもまあ、なんか激励のメールだとか、ね、お願いします、はい、よかった時にはお祝いメールとか、ね、はい、送らせていただくので、はい、
ね、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。